株式会社サイバーエージェント、沢田石智彦と申します。私はサイバーエージェントでネットワークアーキテクトとして働いておりまして、仕事内容としては、ネットワークの設計、運用、自動化などを担当しております。株式会社サイバーエージェントは日本のベンチャー企業で、メディア事業、ゲーム事業、広告事業、投資事業4つの柱をしております。 え、弊社には大きく二つ課題があ、ります。一つは、拡張性。もう一つはメンテナンス性です。拡張性のところで言うと、えっと、今までは、えっと、大きな機器を導入して、え、おりましたので、導入時に、えっと、キャパシティが決まってしまうという問題がありました。また、大きな機器を導入するので、えっと、イニシャルコスト、ランニングコストというところで、 大きくかかっておりました次にメンテナンス性のところでは大きい機器を導入しておりますのでなかなかメンテナンスが困難バージョンアップなどのメンテナンスが困難という課題がありました弊社では BGP による IP クロス構成が最適だと考えております先ほど言ったように拡張性 可用性・メンテナンス性に優れているという点です先ほど言ったように拡張性・可用性・メンテナンス性に優れているためですしかし IP クロス構成だけを導入したのではユーザーから見て変わってしまう可能性があります そのため、弊社では、ファーウェイさんの EVPN VXLAN を導入することにより、ユーザーには従来と同じようなレイヤー2を見せることができました。我々は公平な視点で複数のベンダーを検証し、ファーウェイを選択しました。ファーウェイは検証したベンダーの中で、最も機能が豊富で、我々の厳しい要件にも対応することができました。 ファーウェイはアジャイルコントローラーやパブリックインサイトなど素晴らしい技術を持っているためオープンソースに還元してもらいたいと考えております。